ボベダは、スペインガリシア州、ルーゴ県のムニシピオ、コマルカダテイラーでレモスに属す。ガリシア統計局によると、2012年の人口は1589人。住民故障は、男女同系のボバデンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.17%。ボベダは、ルーゴ県の南部に位置し、コマルカダテイラーでレモスに属する。隣接する。 自治体は、北がパラデラ、北から、東が、オインシオ、東がポブラドブロジョン、南が、モンフォルテデレモス、西がオサビニャーオである。自治体中心地区は、ボベダ教区のボベダ地区。ボベダは、モンフォルテデレモス司法管轄区に属する住民は14の教区の57のに居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のホセマヌエル・ワリアス・ロペス、自治体評議員は、 ガリシア国民党、六、ガリシア社会党、二、ガリシア民族主義ブロック、一となっている。首長当選者、ホセマヌエル・マリアス・ロペス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 ・ボベダは14の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。